藍染さんチャンネルへようこそ。今回は、ちょっとね1年ぐらい前の作品になるんですけれども、一つねゾンビゲータイトルを紹介したいと思います。そのタイトルはディスマントルというゲームになります。こちらね1年ちょい前ぐらいに出てたゲームなんですけれども、プラットフォームがね PS、Xbox、Switch、PC とねあらゆるプラットフォームでプレイできますので、ちょっとねおすすめかなと思って紹介したいと思います。こちらね見下ろし型のゾンビアポカリプスサバイバルクラフトゲームみたいな感じになってます。物をねどんどんバールでね壊していって、素材を集めていろんなものをクラフトしてどんどん先に進んでいく。マップはねオープンワールド型になっています。結構ねこのオブジェクトをね結構何でも壊せるので、この物をね壊して素材集めるのが結構見た目以上にね楽しいので、一見ねなんか作業みたいな感じに見えますけど、やってみるとこれは結構楽しいので、みんなねやってみてほしいなと思ってます。ということで、早速ねゲームプレイしながらゲーム内容の方ね紹介していきたいと思いますので、最後までご覧ください。ゾンビさんチャンネルはゾンビゲー専門のチャンネルとなってます。チャンネル登録、ライクボタン、コメントしてもらえるとモチベーションアップになりますので、よろしくお願いします。もしね気に入ってもらえたら、あのベルマークの通知ボタンも押してもらえると嬉しいです。それでは行ってみましょう。はい、というわけでじゃあ早速ねプレイしていきましょう。はい、ということで主人公はねシェルターから出てきて、東をねとりあえず目指すっていうことは目的になります。このね持ってる赤いバール、こいつで物をねどんどん壊して素材を集めて、どんどんね物を強化したり新しいアイテムをクラフトしたりっていうね、まだねこのドラム缶とかは壊せないですよね。バールとかをアップグレードしないと壊せない。この椅子とかも壊せます。結構ね何でも壊せちゃう。でこのキャンプ、まあダクソのかがり火みたいなもんですね。ちょっと違うかなわかんないけど、まあこれでキャンプをすると自動で箱にねインベントリーが保存されて、でこのねバール、これ強くすると壊せるものが増えてくし、ゾンビに対しての攻撃力も上がってくるので、あと鉄くずを1つと廃材を4つ集めればアップグレードできますね。これはこれでバックパック持てる容量が増えるんですけど、これはまた別の素材が必要みたいですね。ということでなんか壊せるものないか探してみましょう。そこに椅子とかいっぱいありますね。なんだろう、まあこれチュートリアルですね。ここはねこんな感じで、まだ机は壊せない。これで木材はいい感じなんかな。それでですね、これ残りの材料どのぐらいかなって見たいときには、これで追跡するっていうのをマークしておけば、これもマークしておくかな。そしたら例えば右上にね、あとどのぐらい集めればいいか出るので、これ使っていくと便利ですね。で一応なんかクエストっていうものは設定されてて、これをクリアすることで経験値ももらえます。ここで鉄くずをゲットできますね。まあ、とりあえず集められるものは全部集めておきましょう。これ葉っぱとかもね結構ね何でも壊せる。葉っぱ10枚必要だからね、結構取らないと。これは壊せないから、バールのアップグレードが必要ってことですね。今ちょうどバールの材料が集まったのでアップグレードしたいと思います。でバールをアップグレード、これで多分ドラム缶とかは壊せるんじゃないかな。こっちにあった
壊せますね。こうやってどんどん壊せるものを増やして、取れる材料を増やしていくって感じですね。こうタイヤとかは多分壊せない。これ別の道具が必要なのかな。これどんどんガンガン壊していけるね。なんでも。で、多分この障害物を取り除くことができるので、こっちをね、先に進めると思います。はい、これでさっきの受けたクエストはクリアということで、600経験値報酬もらえましたね。ソファーとかはまだ壊せない。テーブルも壊せない。ラジオがありますね。で、このラジオは、なんかコレクション的になってて、いろんなところに、ね、あるラジオを聞くことで解除されてきますね。で、こういうところの棚とか、こういうところは探索ができます。で、中にね、入ってるものを拾うことができます。この調理台は鍋とレシピがあれば、と材料か、あれば料理ができて、で、このゲームの料理の扱いとしては、まあなんか、このゲームサバイバルゲームなんだけど、食料管理とか水の確保とかは必要ないです。気温だけはちょっとあんのかな。なので、食料は何なのかっていうと、ステータスアップ。永続的にね、ステータスアップするっていうものになってますね。なんか食い物食うと、能力上がるみたいな。そういう感じになってますね。で、これ本棚とかも、本当は壊せるけど、まだ壊せないですね。ベッドとかも。これは壊せるのかな？あ、壊せないですね。同じなんか、ね、チェストみたいなやつでも、壊せるものと壊せないものがありますね。布。あ、袋がいっぱいだ。キャンプでバックパックをアップグレードする必要があるなって書いてあるんで、バックパックもね、アップグレードしたいと思います。ただ今、荷物がいっぱいで持てないので、キャンプのね、このチェストにしまいに行きたいと思います。これね、開けるだけで全部素材を自動で入れてくれるので楽ですね。で、もう一回布を集めに行きましょう。布があと4枚必要だね。葉っぱもあと2枚必要。で、バックパックを強化すると、この下のね、持てるアイテム数が増えるので、これなんか小物も壊せるんですよね。テーブルの上に置いてる。これ今壊して、これ素材は手に入んなかったけど、経験値は手に入る。で、この椅子をどかしましょうかね。で、これ外に出ました。ゾンビがいますね。なんかちょっと顔になんか生えてる。ヒューマンスクラッパー。まあ、これが通常のゾンビって感じですね。なので、近づいて、はめ攻撃にいきます。ただ、もうね、結構攻撃のね、頻度が高いというか、隙が少ないので、ヒット&ウェイで倒す必要ありますね。先にこの tips を読むべきでしたね。これで、ね、ため攻撃で、できると。で、今新しいね、目的。島を脱出。シェルターの東に向かうべき。だけど、ちょっと探索する必要もあるかなっていう感じで。まあ、バックパック、大きくしたいんでね。ピザの看板を見ると、なんか言います。よだれ垂らして顔、なんか絵文字が、珍しい、ね、絵文字がセリフについてくる。あ、ゾンビいますね。間違えました。
来た。もう一回叩いたら回避で倒さないと。この回避がね、結構ガバガバ判定だから、とりあえず回避しとけば攻撃当たんないかなっていう。ここは何でしょうね。ロックがかかってますね。で、ロックピック、今、新しいレシピを手に入れたのかな？ロックピックがないと開かない。で、こう音立てると、ゾンビがね、聞き耳を立ててます。あ、ちょっと、あれだね。荷物がいっぱいですね。早いとこ布を集めて、アップグレードしたいですね。あ、布、ありました。これでアップグレードできるんだけど、ちょっとキャンプを探す前に、戻って、バックパックを強化しようかな。これで持てるものが、増える。これで下の枠が、一枠、増えましたね。非常にね、このゲーム分かりやすいですね、いろいろ。なので、すごく遊びやすいと思います。気軽にね。ただ、キャンプで一回、いろいろやっちゃうと、ゾンビがね、リスポーンしちゃうんですよね。で、プラスチックっていうね、新しい素材が。あー、ゾンビが2体いますね。2体は厳しい。囲まれさえしなければこいつはそんなに強くないですね。2、3体囲まれちゃうとちょっときつい、ね。なんか壊してる。これ何？あ、鉄パイプ壊せるんですね。この建物のね、ところ。で、次にね、バックパックをね、アップグレードするのにも、素材が必要なんで、まあ集めておきましょう。冷蔵庫調べると、トマトがね、今ゲットできましたね。で、このトマトで、何か作りたいんですけど、レシピがね、今ないんでね、何も作れないです。これ陶器ですね。またすぐね、持ち物いっぱいになっちゃうんですよね。この木壊しても取れないんで、まあ、こんな感じでね、探索、こう物を壊して、探索してっていうのをね、繰り返して、で、なるべくね、このエリアからね、早く脱出することを目指すっていう感じのね、ゲームになってます。あ、そこにありましたね、キャンプ。ただこう、キャンプは休まなければ、リスポーンしないです。火をつけるだけだったら、ゾンビリスポーンしないので、さあ、新しい目的がね、出てきました。リンクタワーで地図を見つける。バックパックをアップグレードする。レベルアップ。バックパック、これ見つけてからアップグレードすればよかった。こういう洗濯物干すやつも壊せます。お、レベルアップした。そう、レベルアップすると、新しいレシピをね、発明していくことができます。まあ、もうちょっとね、材料集めてからにしましょう。今、鍋の発明が解放されましたね。これね、解放されただけでは作れないですね。自分で発明をしないといけないんで、レベルアップが必要になります。お、レシピ発見しましたね。で、まだトマトがでもあと2個足りないんで、ここで2個見つけることできました。じゃ早速ね、トマトスープ作りたいと思います。あ、鍋がないんだ。あー、ちょっと待って、これはちょっとやられてしまいましたね。ちょっと死角に入っててゾンビがいるの見えなかった。これどうなんだろう。
目いけますね。こんぐらいねあるんですよ、ものの発明のレシピ結構な数あるので先は長いですね。これはまあ普通にもう持ってるやつなんで関係ないですけど、例えばこの鍋、これは鉄くずとセラミクス陶器ですね、これを使ってアップグレード、アップグレードじゃないクラフトします。 OK、 これでストーブを使ってねレシピを作ることができます。これロックピックですね。ロックピックにはレベル12が必要なんで、まだ材料もないしまだね作れません。ただその発明のレシピは手に入れてるのでこう青くねなってるんだけど、これ投げナイフ、これ作ってみましょうかね。結構使うな。でこういうなんていうのかな、持てる数っていうか使える数が決まってるアイテムはキャンプに休むと、キャンプで休むと自動で補充されるんで、めちゃくちゃこれも優しい作りとなってますね。ね、スペシャルアイテム、これ3本しかないんですけど、これもキャンプで休むと回復する。そしてねこのナイフアップグレードもできます。アップグレードすると持てる本数とかがね増えたりとか、ね、そういうことはできますね。バールももちろんアップグレードできるし、これは回復ですね。またね目標ができましたね。リンクタワーツールキットを発明する、デッドリートランスミッションをリンクタワーに取り付けるっていうなんかね目標ができました。デッドリーなんちゃらかんちゃらは何のことかちょっとわからないですね。とりあえずスープを作って食べちゃいましょう。これ材料を入れて料理して食べる、そうするとHP がねプラス5されました。結構されますね。これデフォルト確か20なんで、20に5を足されるっていうのはすごい、いきなり大幅に HP がアップする。なのでバックパックをとりあえず強化したいんだけど、とりあえずは、東をね、目指していくと、まずマップを取らないことには始まらないので、マップを取りに行きたいと思います。行く手にはね、ゾンビが。これ使ってみましょう。ゾンビが、うろうろしてる。足音聞こえるけど。とりあえず起動してマップができました。結構ねエリア広いんですよ。まあオープンワールドにねなってるんでね。で各地のリンクタワーを開放するとマップがねどんどん開放されていくよっていう感じですね。で東に行きたいんで、ね、東側ゲート開きたいんですが、なんかこのキノコが入ってるでかいゾンビがいるんで、こいつを排除しないとゲートが開けないっていうことだね。西ゲートの方もゾンビがめちゃめちゃ徘徊しているので開けられないと。でまずはあのボスをね倒すのを目的として物を集めてアップグレード強化していくっていう感じが最初の目的となりますね。で今1個クエスト完了したんで経験値もらいましたね。というわけでちょっとね物資を集めてバールを強化したりバックパック強化したりちょっとしていきましょう。はい、というわけでねバールのアップグレード分と、バックパックのねアップグレード分両方材料を物をね壊して集めてきましたんでアップグレードしていきたいと思います。お、なんかレベルアップでスキルを取れるようになりましたね。思わずこれが出てきましたね。マルチタレント、レベルアップする際3つの枠4つのスキルから選択する。あ、ここ選択肢がもう1個増えるとか。まあ、対ダメージ、モンスターダメージ、モンスター、ゾンビへのダメージが 5%。あー、
これ素材スロットプラス1はでかいんじゃない？これがいいんじゃないかな。これでいっぱい物を持てるもんね。これにしましょう。まずアップグレードしましょうね。バール、これで何か壊せるものが増えたはず。バッグもアップグレード。なんかハテナが出てます。あ、なんかティップスですね。あ、なんか変なゾンビがいる。なんだ、毒液を吐いてくる。投げてんのかこれ。投げてるな、完璧。これはちょっと怖い。ただこのガバガバローリングでなんとかなりますね。 OK、 新しいモンスターヒューマンハーラーを倒した。ここは壊していかないとダメですね。だからこれバールを強化しないとここ多分通れないんでしょうね。このドラム缶ちょっと怖いな。危ない危ない。これは？これは壊せない。これでもまだ通れない。あ、結局通れない？もしかして。これを壊さないといけないのかな？大丈夫かな？爆発物っぽいんだけど。あ、やっぱり。おー。オッケー、じゃあ先進みましょう。いろいろあるけども。あー、いましたね。こいつを。偽りのゲートキーパー。偽りなんだ。体にキノコが生えとりますね。おりゃ。あー、ゲロ吐き系。ゲロ吐き系モンスター。これは、ここ乗っかっても、あ、大丈夫っぽい。当たらなければどうということはないですね。あとちょっと3分の1。おっと危ない。おりゃ、もうちょい、あと一発。これで終わりだ。オッケー、なんだこの光る弾。なんか弾を手に入れましたね。とりあえずここのゲートがこれで開けるようになりましたね。この弾は何なのかちょっと分かんないです。とりあえずゲート開きましょう。これで東ゲートを開く。 OK、西ゲートも開きたいけど、この送信機ってなんだろうね。あ、これにリンクタワーツールキットが必要なんだね。送信機はその地域に様々な影響を及ぼします。モンスターを完全に殺せるので、もうリスポーンしなくなります。あ、なるほど。ゾンビのリスポーンを防ぐ方法っていうのが、この送信機を起動することで、できるってことなんで、リンクタワーツールキット。これをね、作りたいんだけど、これ結構ね、材料が必要なんで、もうちょっと進まないと作れないと思います。さあゾンビが来ますが、無視して先に進みましょう。 OK。 さあここでね、タイトルコールでオープニングっていう感じですね。はい、というわけでディスマントルいかがだったでしょうか。最初のねところクリアしたらオープニングなんですけど、ここをちょっとね多分著作権に引っかかるので、まあここら辺でね終わりたいと思います。ということで、あのね、このゲームねすごくシンプルで分かりやすいし、でいろんなプラットフォームでもできるしっていうゾンビゲーなので、結構プッシュしたいと思います。でこれからもね自分もやり続けたいと思ってますんで、ライブ配信とかでもねやろうかなーなんて考えてますね。もしよかったらライブの方にも遊びに来てください。というわけでね、もしよかったらチャンネル登録していただけると、嬉しいのでよろしくお願いします。それではまた次回の動画ライブでお会いしましょう。ゾンビさんでした。またね、バイバイ。